靖国神社発行英霊の琴の葉より書き残す琴の葉陸軍大尉堀本武雄こと独立歩兵第622大隊昭和22年4月21日関東龍華峡にてホームし広島県呉市出身宮崎高等農林学校卒35歳歌の道は古の大和の心にして 交流所までは内地より持参の万葉集万葉集家の本だけは身辺より話すことはなかりき本を捨てさせられ筆を奪われたる獄中生活においてもなお歌の道のみは捨てず同行の死を求めて最後まで持ち続けたり歌の道は物事を世の中を正しく見て素直に判断し従順なる心となる最も良き道にして 自称を客観的にありのままに素直に見た心の叫びこそ歌である。今更ながら歌の道に入ることの遅かりしを悔やみたり。いえ、晴れし日は隙間もる日を恋星見て、毛布の縁を三度移りぬ。戦友は今台湾沖を変える乱と、羨ましむ兵のことの哀れさ。 千万の軍返して異国に無実の罪をう戦争犯罪者はや夜更けに夢に目覚めて寝返れば足かせ重く鎖振るるも明日には言葉交わせし戦友五人獄舎を入れて夕べ帰らず味噌汁の底に移れる我が顔を懐かしみつつそっと飲み干す。 諦めの心静かに時を待ち、獄者の中に歌作る我は、自性、悠久の大義に行くる道にして、我は行くなり、物思いもせず。